おはぴよー、どうもひなぴよです。それでは本日もほくらせエピソード2やっていきたいと思います。前回の収録から、3日4日ほど空いてしまったので、どこまで進めたかちょっと覚えてないんですが、続きからの記録、西武ロードからの何ですかここは。あー、はいはいはい、あれだ、たまちゃんにうまいことはめられてるような気がするなってところで終わったんでしたね。今作戦実行中か。なんかね、この作戦うまくいくと思えないんだよね。なんか安定感がなさすぎて。うわ、しかも早速たまちゃんに変えられるんだ。じゃあ変えましょうか。はい。あー、ん、え、え、あれどういう感じの流れだったっけ。ことの葉で、あ、そうだ、これを TRL に意図的に流すんだっていうやつか。この任務をやってくれるってことか。じゃあめぐみさんのところに行こうっていうことで、じゃあ向かいましょう。え、本当にちゃんとゲンジ君に協力してくれるの。私今回本当にタマちゃんのこと信用してないからな。TRL はあれだよね、特化生の入り口のここだよね。さて、お、めぐみちゃん見つけた、目白めぐみさんだ。普通科実行委員の代々木タマですけど。知っているわ。それで何の用。今日特化の2年生はみんな早く帰っちゃうのかなって。そうよ、模試の直前は勉学に集中することに。ってそれがどうしたのよ。実行委員たちの待機状況を聞いておきたいので確認しに来たんですけど。今日は2年生はいないんじゃない。よくは知らないけれど。秋葉くんに言われたことやんなきゃね。あ、なんだ。あ、疑ってごめん。ちゃんとやってくれるんじゃん。はい。まどかさんが一人残るって情報、これを TRL に意図的に流すんだと。いい当て。あれ、実行委員長の阿佐ヶ谷さんは今日も残られるって。まどかさんは今日も準備作業をすると。はい、そう連絡があったので確認に来たんですが、委員長見つからなくて。そう、じゃあまどかさんは一人で作業するのかしらね。そうですかね。ありがとうございます。じゃこれでよしっと。報酬分は働くわ。報酬分はね、報酬分はね。なるほどね。で、これあとどこ行けばいいの。特化の中に入れるわけではないのか。じゃあ戻る。なんだ。ああ、そう、勝手に動いたのか。これでよしっと。で、人変えで、あ、ゆらちゃんに変えられる。いや、なんか、めぐみさんは結構単純な気がするけど、この新橋ゆらさんの方がさ、あんまりこう、ね、油断できない相手な気がするんだよね。動き出した。お姉様のもとへ。わかった。で、情報屋がお姉様に接触したようですわ。なるほどね。あ、で、ここでめぐみちゃんに変えるんだ。前回一気に撮っちゃってて全然プレイしてる時気づいてなかったんですけど、編集中の時になんかまあゆらちゃんも糸目じゃないですか。でめぐちゃんも意図的にずっと目を閉じてるみたいな、まあ目開くことももちろんあるけど、そういう印象だし、なんか飯田橋と新橋ってなんか橋つながりでこのなんか部下やってるみたいなところがなんか共通点があるのかなーって思って気になってたんですよね。なんか親戚とか何かなのかな、橋一族みたいな。わかんない、適当こきました。じゃあめぐみちゃんに変えます。お姉様、代々木タマさんがこちらに情報を持ち込んだのですか。ええ、ゆら、あの情報やなかなか役に立つわ。はあ、そうですか、お姉様。代々木タマさんの情報とは。じゃあことの葉で居合わせ。これだ。あれ、実行委員長の阿佐ヶ谷さんは今日も残られるって。いい当て。ゆら、まどかさんを追い詰めるチャンスが来たわ。と言いますと、例の連中を使って、まどかさんを、例の連中を使って、まどかさんにけしかけるの。彼女へこむわよ。例の連中、と言いますと、
口に出すのも汚らわしい。けれど、奴らもまた利用価値がある。で、ここで一回か。で、ユラちゃんに変えて。例の連中。私もこっそり目撃した彼らですね。オッケーオッケー。ことの葉で、これだ。嫉妬激励隊をまどかさんにぶつける機会を伺っておいてかな。オッケー、いい当て。そう。嫉妬激励隊とかいうあの連中。奴らは実行委員に不満を持っている。なるほど。今までは他人に阻まれていたけれど、今日はまどかさん一人。日野小太郎は、彼は今日早く帰るから、ペペペペよ。すごい髪型してた。彼は今日早く帰るはずよ。何より彼は今、出入り禁止でまどかさんに近寄れない。はい、お姉様。孤独な作業中に気持ち悪い連中に糾弾され続けたら、さすがのまどかさん、精神的に追い詰められる。そう、ショックを受けた彼女は実行委員の職を辞任、そして普通の生活に戻り、立川武蔵との関係も修復される。そうよ、立川武蔵の今の様子を見るに、告白も時間の問題。なるほど、お姉様、さすがですわ。さあ、嫉妬激励隊に働きかけましょう。はい、お姉様。お姉様の命令は絶対。その時は来た。どうなるんだろう。うん。今日、特科実行委員のお仕事はお休み。あの人だけが一人途方に暮れるでしょう。チャンスです。ええ、とっても。嫉妬激励隊に刺激を与えてあげましょう。嫉妬激励隊は多分こっちにいるでしょうね。さて。嫉妬激励隊がうまく動くとは思えませんが、お姉様の命令とあらば、いますね。間抜けな人たち。嫉妬激励隊に刺激を与えてあげましょう。まずい、人が来た、隠れろ。隠れたね。隠れてないね。すっげえわかりやすいとこにいんな。今日は特化の準備作業もお休み。ゴミ出しも一段落ですわ。実行委員長だけがお一人で作業されるそうだけれど、大丈夫なのかしら。さて、戻りましょう。これも計画のうちかしら。なるほどね。おお、市ヶ谷さんに変えられるじゃないですか。このダミング声男子ですね。この BGM 好きなんだよな。ニュン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 って。言ったな。聞いたか、市ヶ谷。実行委員長のみが孤立すると。あれ？ダミング声男子ってこの長田だっけ？ちょっと待って、わかんなくなっちゃった。あれ？早口男子がもしかしてあの市ヶ谷かな？長田がダミ声？あ、ちょっと待って、わかんなくなっちゃった。ちょっとじゃあ、長田をダミ声にしましょうか。しかし、確かなのか？あの女子生徒の言動を目撃しただろう。おそらく彼女は実行委員、間違いない。多分こっちが早口かな。わかんなくなっちゃった。で、そうか、これはチャンスだ。結構はこの時。1対1の議論なら俺は負けはしない。よし！ではこうしよう。四ツ谷は人目に触れぬようあらかじめ箱に入る。俺と永田が箱を執行部部屋の前まで運ぼう。執行部は必ずやこの箱を部屋に持ち込め開けるだろう。そこで四ツ谷、ドス黒い激輪を、相手に浴びせくぶぶぶ。早口で喋るの難しいなぁ、パッと見で。そこで四ツ谷、どす黒い激論を相手に浴びせかけてやれ。あ、オッケー、やっと言えた。なあ、箱の中で窒息したりしないよな。心配するな、蓋をちょっとだけ開けておくから。そうか、うん、では頼んだぞ。どうし、おうよ、嫉妬激励隊の名にかけて、ついに我々の念願叶う時が来たレディー。で、あ、市ヶ谷見れるじゃん。嫉妬激励隊のメンバー市ヶ谷特別化、ま、なんとかねん、かっこ秘密。あ、なるほどね。あれなんだ。匿名でやってんだ。
で、嫉妬激励隊正義のため、ハレンチ極まりないダンスパーティーを撲滅する。で、油物が好き、あ、なるほどなるほど。で、体が最近重たいような気がする、あ、太ってきたのか、油物食べすぎて、あ、てか お腹めっちゃ出とんなこいつで、仰ぐと涼しくなるアイテム、あ、うちわとセンスと、うちわとセンス、あ、なんで私交互に言ったんだ、センス2枚とうちわ2枚を持ってるんだね。で、アベックバスターマーク、あ、アベックバスターマーク、へー、アベックをバスターするマークかよくわかんないわ。で、人変えで、あ、リポリンに変えるんだ、はいはいはい、リポリン。さあ、そろそろいいかな。リーダーの言ってたことしなきゃ。何するか覚えてるわよね。なんだっけ？私は覚えてないよ。リポリン箱を見張ってって中を空に保つんだ。オッケーオッケーオッケー。そうだ、言われたね、そういえば。嫉妬激励隊の邪魔をするってことなのかな？さて、いっか。あー、こっちだ。パーパーペーペー。いや、リポリンサイドテールしてるけど、かわいいよね。あ、こっちか。ありゃ、怪しい人がゴミ捨て場に。困ったなぁ。あ。あ、おどうした？怖いなぁ、困ったなぁ。あそこに気味悪い人がうろうろしてるんですよ。ゴミ捨て場の方か。なんかゴソゴソやってて、マロ大丈夫かな。マジかよ、どこだ。あ、大きな箱が捨ててあるところ。特化生みたいだったけど。クソ特化か、ぶっ飛ばしてやる。いやー、武蔵くん、 あんまり乱暴は。びっくりしたけど、箱の周りの人たちこれでいなくならないかな。とにかくあの怪しい人たちを追っ払わないとね。確かに。いや、めぐちゃんなんだね、次帰るの。あ、でも、武蔵くん。武蔵くんいるけど。特化の野郎、何してやがる何してやがえるになってる。じゃあ、今することないから、めぐちゃんに帰るんだね。で？さあ、リーダーの言う通りに。なるほど。めぐちゃんは何するって言ったっけ？めぐ、先回りして、魚住先生の箱を元に戻すように動いて。先回り。まあ、めぐちゃんも特化の方に向かえばいいってことだね。先回りってどこに先回りするんだろう。あれかな、あの執行部部屋に先回りするってことかな。で、なんか箱、うぃーん、溜まった粗大ゴミを捨てないとな。今から捨てに行こうか。いいえ、今行ってもらっては困る。魚住先生の気を引いてゴミ捨て場から離れてもらう。ちょっと待って、セーブセーブセーブ。魚住先生に話しかけるってことかな。はい、はい、ちょ、はい。先生先生、魚住先生。ん？君は普通かの？猫ちゃんがいたんです。かわいいんだ。猫ちゃん校内に？そりゃ困るな、魚を見つけてもしたら。あっち多目的塔のとこ、一緒に探しましょうよ。そうだな、外に逃がすべきだな。一緒に行きましょう。しばらくここにいてもらう。なるほどね、かっこいい。めぐちゃん仕事しますね。で、これで武蔵くんに帰ると。オッケー。まずい、誰か来た。我々は一旦去る。ん？誰もいねえぞ。そんなバレないことある？ん？おい、てめえ、そこで何してやがる。うわ、なんだ、普通科か。普通科には俺たちの高尚な精神は分からぬ。あ、なんだ、特化か。箱に入ってんのか。さっさと出ろ。君こそ押せたまえ。俺には大切な任務が。いいから出ろっつってんだよ。おー、決定キーレンダー。おら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 。何？どこどこどこ？あ、え？あ、え？はい。あ、難しかった今これ。どういうことだったんだろう。ちょっと分かったから、出ます。
おりゃー暴力反対いきゃー、あ、飛んでっちゃった。木に刺さっとる。くっそ、ゆらつく。何が特化だ。今日はもう帰るぞ。イラつくのはお前のせいだぜ、マドカ。あはー、特化の連中に会わねえようにさっさと帰るぜ、オッケー。あれ、リポリン、あ、いた。あ、帰るんだ。はぁ。特化の野郎の顔見たくねえからな。さっさと帰るぜ。そっか。今日は特化の人たちいつもより早く帰るみたいだから。ん？なんでだ？模試の準備だって。実行委員もみんな帰っちゃうって。一人以外。なんだと？絶好のチャンスじゃねえか。恩に着るぜ。え？まどか、お前に話がある。正門で待ってるぜ。あー、絶ないよ。その一人を覗いてっていうその一人がまどかちゃんなんだよ。ここで待つのかな。イラつく原因は分かってんだ。蹴りつけてやる。いざという時こう、あのうじうじしてたこういう熱血的な男がさ、いざという時かっこよくさ、お前が好きだっていうところ、本当に大好きなシチュエーションです。でも多分この告白邪魔されちゃうんだろうな。悲しい。じゃあ人替えでメグちゃんに変えますか。で、行こう。リーダーの言う通りに。先回りでしょ。先回りってことはこっち？あ、違うわ。リポリンは？あれ、リポリンいないわ。あ、ご苦労様。あ、メグさん。じゃあ私はこれで。さあ、リーダーの言う通りに。なるほど。またセーブして、で、あれ、先回りして箱を元の状態に戻す。箱が開いている。鍵は壊れている。この箱を運ぶため嫉妬激励隊が戻ってくる。蓋を。さあ、リーダーの言う通り。元の状態に戻すって言ってたね。これ、いや、手鍵を直しておこう。直せるの？鍵すごいね。これでいい。箱の蓋を閉めれば自動的に鍵がかかる。今は完全には閉めず、少し隙間を作っておく。再び開けられるように。嫉妬激励隊が戻ってきた。隠れて見ていよう。 OK、 はい。隠れて成り行きを見届けよう。 OKOK。 でも市ヶ谷くん、あの市ヶ谷くんじゃなくて、なんだっけ、あの声高男子がもう木にぶっ刺さったままなんだけどさ。大丈夫かしら。あ、市ヶ谷くんに変えるんだね。 OKOK。 で、ユチヤ、うまく箱に入ったようだな。どうだ、準備の方は。バッチリだ。よし、運ぶぞ。おう、四ツ谷、分を祈る。箱の中、そりゃ箱の中何にもいないから喋らんよな。箱を押して執行部部屋の前まで行こう。箱が詰まって動かなくなってしまったら、箱のそばでスペースキーを押せば、箱と体と箱の位置を入れ替えられる。オッケーオッケーオッケー。この大箱を執行部部屋まで運ぶのだ。オッケー。セーブしましょう。大事な任務ですよ。お、待って、人替えで、長田にも変えれるじゃん。ちょっと長田に変えてみようか。執行部部屋を、執行部をしのぐ力が我々にあらんことを。なるほど。ちょっと、詳細を見ましょう。嫉妬激励隊のメンバー、長田。特別化。うんね。内緒。マスクの上にメガネ。あー、目が悪いのかな？で、割と熱い。うん、何が？性格が？それとも、この、なんか、被り物が？深海魚に興味がある。へぇ、そうなんだ。で、マジックで七三分けを書いている。あー、この、被り物に七三分けをマジックで書いてるんだ。どんな趣味？ゼンマイ用ヘルメット。あ？ゼンマイ用ヘルメットって何？あ、違った。潜水用ヘルメットだった。どんな見間違いなの？ゼンマイ、ゼンマイじゃなくて潜水です。冷やせするタイプ、かっこ格闘タイプ。へぇー、戦える人なのかな？で、二人ともやることは同じ。どうしよう。じゃあ、まあ、長田で運んでみる。あ、長田じゃねえ、間違った。市ヶ谷で運んでみようか。はい。あれ？あ、こういうことだよね。
運ぶ運ぶ。ちょっと長戸置いてきてるけど大丈夫？おい、長田にも変えるか。ほらほら。で、いちいちついていかなきゃいけないのかな、これ。うわぁ見つかった。あ、なるほど。あ、その箱、勝手に持ち出すんじゃない。ぐぬぬ。命運尽きたか。あー、なるほどね。結構難しいな。あれに見つからないようにするのはどうしたらいいんだろう。あ、わかった。深海魚に興味があるって言ってたから、永田に変えて、魚住先生と永田が話をするんだ、多分。キョロ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 、どこだろうな。あれ？違うのか。それともあれか？こうやって視界外にするとか、邪魔するみたいな。どうだろう。で、邪魔なんですけど、君。避けてくれませんかね。バレそう。どうしたらいいの？どうだ？よし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 、オッケー。ん？荷物を運んでるのか？そうそう、文化祭に必要なとても大切なもの。そうなのか。まあ、準備頑張れよ。なかた、うまくごまかしたようだな。さすが我が同志。あ、やっぱここに置いとく必要があるんだ。なるほどね。よかった。永田は？永田もじゃあ行こうか、あと。で、市ヶ谷。はい。結構遠いなぁ、執行部屋。いいぞ。あと他に誰かに見つかる可能性あるかしら。もう一回セーブ挟むか。え？うわぁ、人いるわぁ。永田に変える必要があるな、これは。どうですか？頼もう。あ、また来た。邪魔しないでくださいよ。忙しいんですよ。待て、焦るな。今日は用事があって来たのだ。この箱を執行部部屋まで届けてほしいと。何ですか、その箱。聞いてないか？おかしいな。委員長が是非にと。重要なものなのだ。部屋の中に置いてくれ。では行っちゃったよ。どうする、これ。どうするって、委員長に見せるしかないじゃないか。一応たく、部屋の中に運んどくか。委員長は来てないか。なんだろうな、これ。さあ、委員長来たら聞けばいいんじゃないか。委員長来てないの。しめしめ、うまく運び込まれたようだな。よし、四谷の行動を始める、よし、四谷が行動を始めるまで待機していようではないか。どこで待機するんですか？あれ、取られたんですか？そういえば変な箱が。で、この場で激量に備えようではないか。オッケーオッケー。まあ、これで任務は成功なんですが、箱の中には別に誰も入っていないと。で、めぐちゃん。計画が動き出した。リーダーの言ったことを思い出そう。オッケー。ことの葉で、先回りして、魚住先生の箱を元に戻すように動いてほしい。これよね。そう。再び元に戻す。箱を元の位置に戻すのよ。魚住先生が使えるわ。魚住先生に接触。オッケー。魚住先生。先生先生、大変！変な人たちが実行委員に詰め寄って。ん？変な人？特化の生徒みたいですが、執行部室に入れろってすごい勢いで。たく、迷惑かける奴もいるな。ちょっと行ってくるか。ああ、ゆらちゃんいるね。あの子、特化で私たちを警戒しているべきなのに。違和感、何かがざわつく。あ？胸がざわつく。あの子を追いかけよう。え、どこ行った？あれどこ行った？あれどこ行った？追いかけるって言ったけど。ん？こっちか。ああ！
あの子の不敵な笑み。おかしい。何かがおかしい。不穏な空気が漂ってまいりましたな。ゆらちゃんの方が一枚上手な気がするんだよな。市ヶ谷くん。さあ、様子を見に行こうではないか。おいよ、同志。永田くんのせいで喉が痛いんですが。敵は執行部部屋にあり。よし。あれ、執行部部室の中に誰かいる？うん、さっき来られたんだ。今日は一人で仕事されるらしいよ。へえ、二年はみんな帰っちゃったのに、大変じゃないかな。まあ、いつも張り切ってるからね。俺たちも頑張ってサポートしないとな。頼もう、執行部、間違えた。頼もう、嫉妬激励隊のものである。ああ、また来た。話はついているはずである。何のことですか？執行部と話がしたい。執行部？ぜひ会わせてもらいたい。バカ言わないでください。いつも断ってるじゃないですか。今回は状況が違うのだ。話はすでに通してある。さあ。ああ、ちょっとちょっと。出てこーい。我々の要求の返事を聞こう。あ。よし、突っ込めー。オッケー。でも誰もいない。あれ、誰もいないな。さっき来てたと思ったのに。おい、市ヶ谷、まだ早かったんじゃないか。箱は閉じられたまま。そうだな。まだ激論は交わされていないらしい。ぐぬぬ、早かったか。ちょっと待ってね。で、人変えでめぐみちゃんに変えるのか。めぐみちゃんか。私の計画は完璧。まどかさんは今日、あの汚らわしい連中に恐怖し、委員を辞任。立川武蔵と結ばれた赤い糸は無事にその絆を取り戻す。さあ見に行こう。ただし他の委員たちに見つかってはダメ。執行部室に忍び込む。見つかってはダメよ。オッケー。いやー、危険なミッションが続きますな。そしてめぐみちゃんの声とあれが定まりません。え、こっちから忍び込むんじゃない？人がいる。お、オッケーオッケー。おい、お前ら、実行委員の邪魔してんのか？いいな、我々は高尚な要求を。永田、この教師は、この教師では拉致があかん。ここは一旦引こう。ああ。邪魔したな、執行部来室後。また、改めて来よう。急に文字が見えなくなる病気だ。誰もいないよな。確かにさっき来てたのに、気のせいだったのかな。ちょっと飲み物飲みます。おや、その箱俺が捨てたやつだぞ。え、魚住先生の？だって嫉妬激励隊が。誰かが拾ったのか？でもその箱は開かないぞ。ほんとだ。なんだよあいつら、粗大ゴミなんか持ってきて。チェ。しょうがないな。この箱、ゴミ捨て場に持ってって。はい、捨ててもいいんですか？ああ、頼むよ。持ってっちゃったね。それにしてもおかしいな。来てたと思ったんだけど。まあいいか。職員室に戻られたんだろ。大変！まどかさんがいない！ユラ！ユラ、どこにいるの？ああ、カンタ君に帰るんだ。へえ。ちょっといちいちセーブしてあれですけど。ああ、まだ全然あるじゃん。オッケー、よかった。じゃあセーブします。じゃあ人変えでカンタ君。じゃあ、私は日主のもとへ、下校中じゃないかね。あれ、なんでリポリンここにいるの？あ、リポリンはもう戻ってきたのか。リポリンと、あら、もう戻れない。リポリンと話せたりすんのかなと思ったけど。日野くん、下校中ってことは、もう外にいる可能性が高いね。もう正門の方かな。あれ、違う。あれ？どこだ？こっち？コタロくん、コタちゃん、コタシー、コタシー。あ、これ使うのか？使わないわ。スーパー視聴覚能力使うのかと思ったけど。あれ？コタロくん？コタちゃんいないんだけど。下校中って言ったけど、あれ？ん？うん。四等娯楽、四等娯楽。
何のことかさっぱりわからない。え待って、どこにいるんだ、コタロくん。どうもビビーとこないね。下校中じゃないかね。あ、下校中ってことは、あれか、特化の方にいるってことか。あ、いた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 、よかった。日野氏、コタロ氏。え、え告白の時が来たよ。覚悟を決めるんだよ。え、いつ？今から。そうか。え？これからどうすんだろうね。リーダーに聞きたいんだけども。で、じゃあ、あれ？まだ動くのか？え？ってどうすんだ？いや、リーダーに聞きに行くのか？あれ、ゲンジ君ってどこにいんの？あれ、ゲンジ君は？変えられない。ん？ゲンジ君？ゲンジ君？あ、違う、ことの葉を使うのか。大間抜け。大間抜け。これ。あれ？違う？ん？これでしょ？あれ？違うの？あれ？リーダーに聞きたいんだけどもでしょ？あれ？おかしいな。ああ、なんだなんだ。あ、リーダーいた！なんだ、ゲンジ君こんなとこにいたのか。あ、リーダー、どうすんのさ、これ。二人っきりの舞台を作ったのさ。で、さあ、来た。あの箱、大住先生のだけどね。あの中にいるのさ、まどかさん。え？ああ、運び出してもらったんだ。かくれんぼ好きの彼女の習性を利用してね。さあ、カンタ、コタロウくんに箱を開けるように言うんだ。鍵で開くはずだから。指令を日野氏に伝えるけども、何がどうして箱の中にまどか城が？本当にいる？いないんじゃない？大丈夫かな？これ、あれ違う？あ、うん？今からやることだけどもね。その、説明しにくいんだよ、これ。で、一回で小太郎くんに帰るのか。というわけさ、じゃあ箱を開けてちゃんとダンスに誘うんだよ。僕は、大丈夫かな。勇気出して。ほら、これ箱の鍵。早く助けてあげなきゃ。行かなきゃダメ。小太郎氏の依頼でしょうが、さあさあ早く。いや、やっぱりさ、その、自然に、成り行きで付き合っちゃったりとか、そういうプラン、ない？ないの！もう早く行くの！イライラする！ああ、わかったよ。怒らないでよ。ため息つきたいのはこっちですよ。もうこれで決めてください。ダンスに。誰君？誰この人？箱を誘う。どういうこと？ダンスに箱を誘う？ダンスに箱を誘う。よし。ことの墓。これだ。箱を開けてちゃんとダンスに誘うんだよ。さあ、いるかな？いる？本当に。中からかすかな声が。あ、誰かいるの？助けて！あ、はいはい、今開けますよ。蓋閉めたら開かなくなって、出してお願い！お話ししたくてですね。いや、お話というよりお願いかな。何でも聞くから、まずはここから出るの手伝って！ヘラヘラ。あん？誰？おや？あれ？ちょっとリーダー、あの人物！ヘラヘラ、ヘラヘラ。あれ？誰？あ？ん？あ、違う、これ、千鶴先生じゃん。なんで？どういうこと？
秋葉くん、ほら作戦失敗してるよ。どうするの？あれ、おかしいね。君たち。ああ、こっち向かないで。私たちのことバリちゃん。というかあれ、うちの顧問だよ。二藤先生。あら、実行委員の日野くん、あなたが助けてくれたんだ。ねえ、僕は二藤先生をダンスに誘うべきなのかな、やっぱり。いや、違うのよ。ちゃうのよ。計画が狂った。しかしなぜ？どこに綻びが？琴の葉を使うのか？来たー、これよ。やっぱり、たまちゃんにはめられたよ。猿情報筋からの確実な情報。いいやて。しまった。どういうことなのさ、これ。なんで窓花城じゃなくて二藤先生が？一杯食わされた。たま。いや、TRL か。まずい。武蔵くんを探すんだ。早く。あ、ちょっとリーダー、どうしちゃったの？いや、リーダーがあんなに焦るのめったにないことだよ。嫉妬なんとかって子たち、いつも無茶なこと言うから、隠れてたらこんな目に。ほんと助かった。ちょっと職員室で休もう。ごめんね、日野くん。おや、ダンスパーティー？二藤先生を誘えなかったけど。二藤先生を誘うの？なんでかな？爪が甘かった。嫌な予感が的中しなければいいけど。いやー、ちょっとこれは嬉しい誤算というか、ちょっとこと、小倉瀬としてはちょっとダメなんだけど。さーて、たまちゃんに変えますか？よくもやってくれたね。今頃小倉瀬、焦ってるわね。秋葉くん完全に信じきってたものね。まどかさんが一人残るって。あれ嘘。まどかさんも帰っちゃうのよ。ごめんね、秋葉くん。報酬の多い方が優先なのよね。今回は TRL の勝ち。ごめんね、秋葉くん。悪気はないの。取引だから。いやー、たまちゃんかっこいい。てかこの一枚目超かわいい。何この舌出し、そのちょっと伏し目がちな目。あー、ちょっとエッチですね。こんななんかさ、はつらつとした女の子がさ、こんな悪どい表情をしたらさ、もうめっちゃめちゃギャップ萌えしちゃうんですけど。たまちゃん推しです。ありがとうございます。じゃあゆらちゃんに変えますか。日野さん、一人途方に暮れていることでしょう。秋葉源氏、作詞策に溺れたようですね。さすが代々木玉さん、渡したジュースの分はきっちり仕事をされるようです。秋葉さん、人脈を過信し、情報交換のルールを軽視した、それがあなたの敗因ですよ。特化の執行物質はもぬけの殻ですね。まんまと釣られましたね、小倉瀬。まどかさんのお帰りですよ。はぁ、武蔵くんが告白する時が来ちゃうに。でもさ、あれ？これって怒られるかな？めぐみちゃんに。そんなことないよね。別に触れてはないよね。二人に干渉したわけではないもんね。じゃあめぐみちゃんに変えましょう。計画が狂ったわ。ゆら、大変！まどかさんがいないわ！お姉様、ご安心ください。まどかさんはあそこ。あ、立川武蔵、まどかさんを待ち伏せしていたの？そうです、立川さん。それでいいのですよ。お姉様、あの二人はやはり、強固な赤い糸で結ばれているのですわ。そうよ、これで決めなさい、立川武蔵。お姉様の目に、狂いはなかったのですわ。ついに、赤い糸が勝利する時が来た。さあ、気になるところですけど、今日はこのくらいで終わろうかなと思います。ご視聴ありがとうございました。うわー、いやー、一杯食わされたなー。でも私はタマちゃんのことをずっと疑っていたからね。ほら、秋葉くん油断するとこうなるんですよ。フラグビンビンに立ってたからね。これででもどうなるんだろう。
武蔵くんとまどかちゃんがくっついてくれたら、私的にはハッピーエンドではあるんだけど、小倉瀬的にはバッドエンドですからね。なんか読めないな。楽しみですね。じゃあまた次回、おつりよでーす。